J2 円、スリーカードモンテはご存知ですか？知ってる？今日は3じゃなくて7でやっていきます。1、2、3、4、5、6、7枚。使いますのはこちらの7枚のカード。当たりのカードはハートのクイーンです。これを当てれればお金あげるよっていうゲームですね。で、このままだとちょっと簡単すぎるんで複雑にしていきます。表と裏ぐちゃぐちゃな状態。今クイーンはそうですね、表向いている状態。こうするとクイーンは裏向いてる状態。まあ、ここまでは誰でもわかりますよね。で、こっからです。難しいのは。ちょっと混ぜますね。で、混ぜてもクイーンの位置を追っといてください。さあ、クイーンは、あ、もうわかんなくなっちゃいました。まあ、じゃあ山勘でいいです。クイーンどこにあると思います？ここ。残念でした。ここではありません。どっちだと思う？こっち。ここもね、違うんです。まあ、本当のこと言うと、まあ、ここにもないんですね。で、これどういうことかっていうと、お客様が絶対に負けるようになっているインチキゲームでございました。まあ、マジシャンしかね、勝てないものでございます。で、じゃあクイーンどこだっていう話なんですけれども、1番目のカードめくってみてください。こちらにあるのがクイーンということで、絶対に勝てないゲームでございました。はい、ありがとうございます。まあ、1回目じゃなかなか見破れないんで、今日は特別にもう1回やりましょうか。こんな風にね、4、5、6、7枚のカードね、使いますから。クイーンの位置注目しておいてくださいね。また、これ、表裏これ、ぐちゃぐちゃしてきますよ。で、クイーンは今、表向いてますよね。で、ひっくり返しますよ。ひっくり返して、で、このまま混ぜます。よいしょ。はい、クイーンの位置。あ、もう、わかんなくなっちゃいました。クイーンは、さあ、どこでしょう。あ、ここだと思ってる？ここは、違いますからね。じゃあ、しっかり手で押さえといてください、このカードをね。ここね。じゃあ、どれだと思います？まあ、これ。まあ、違う。まあ、お察しの通りですね。こっちもこっちも、まあ、違うんです。で、ゆっくり開けてください。そちらにあるのが、ハートのクイーンでーす。皆様こんにちは、ポーンチです。今日は名作セブンカードモンテの解説です。動画上では少し微妙なハンドリングの部分もあるかと思いますが、非常に受けるトリックの一つです。後半おまけ映像もありますので、最後までお楽しみください。それではセブンカードモンテの解説ですが、1枚のギャフカードが必要になります。こちらのダブルフェイスカードを1枚用意してください。自作していただいても構いませんが、1組のダブルフェイスカードを購入すれば、ハートのクイーンの裏は基本的にはスペードの9になっているかと思われます。Amazon に売っていれば、下にリンク貼っておきます。そしたらレギュラーのスペードの9は取り除いておいた方が無難にはなります。用意するものはダブルフェイスカードとレギュラーのハートのクイーン、それから6枚の似たような黒いカードを用意してください。それとは別にハートのクイーンの1枚と対照的になるカード、何でもいいんですけれども、まあ、今回分かりやすく実演でやったものと同じくスペードのエースにしておきます。それともう1枚の似たような黒いカード、これらも用意しておくと処理が綺麗に行えます。まずデックのボトムに黒いカードを1枚、その上にスペードのエースを置いて、そしてダブルフェイスカードをこちらの黒い6枚のカードの間にクイーン面が表向きになるようにしてボトムに重ねます。そしたらレギュラーのハートのクイーンはデックのトップにセットしておきます。この状態で演技スタートとなります。7枚のカードを使うといって、右からこのように7枚のカードを置いていきます。ここのカード見えても構いませんが、そこまで印象を残したくないので、このまま配りながら伏せておきます。そしたらまず演者から見てクイーンの右隣のカードを取ったら、ひっくり返してクイーンの左隣に置きます。その次にクイーンの右隣のカードをひっくり返して、そして最後に上から2枚目のカードをひっくり返します。表裏が交互になった状態です。後ほど矛盾が起こりますので、あんまり強調しすぎない感じで適当に表裏ぐちゃぐちゃにしていきますねと言って、ラフな感じで行って、このまま揃えます。今クイーンは表向きのどこかですね。こうするとどうですかと聞くと、まあ裏向きと答えますので、お客様と面白おかしくコミュニケーション取りながら1、2、3、4枚弾きます。4枚弾いたらここで一度カットを行います。これでクイーンのカードがボトムに来た状態になります。そしてこのまま広げて取り出したいんですが、裏が並んでるのがちょっと不自然なので、どうするかというと、2枚このように弾いた後ブレイクを取って、下2枚を左手に取りつつ、左手の中指で下のカードをこのようにずらしてこのまま置きます。この際に裏目
目見えないように注意します。そしたらこのまま戻して広げていって、このまま裏向きのカードを取り出していきます。そしたら次にこちらの4枚のカードをこのように左から右に並べていきます。一番手前側にダブルフェイスカードが来るような状態にします。そしたらあとはお好みの演出で、ここにもありませんと言って間に差し込んでいきます。こんな感じで間に差し込んで、実は全部不正解なんですと言ってこのまま揃えます。そしたら次にこのままこのように広げます。でこのまま裏目を見せるんですが、クイーン見えてしまいますので、このまま見せた後このままクイーンを隠すようにして裏目をチラッと改めたら揃えて、こちらのカードの一番上をめくってもらう際に、今一番手前にあるダブルフェイスカードをひっくり返す必要があります。ここのムーブは何でも構いませんが、お客様は基本的にこちらに注目がいっていて、現象も起こってますので心配する場所ではありません。まあ、どっちか好きな方に下のカードをこんな感じでずらしたら、このままちょっと手前に倒して、あ、見えない状態にしてテーブル上にパタンと置いたら、このまま被せてあげるっていう動きです。横にずらして1枚以外を多少前に出して、このままパタンとしてひっくり返します。お客様はこちらで驚いているような状態です。基本的にはこれでマジック終わったよみたいな感じを出しておきます。そしたらクイーンを戻して、こちらのクイーンの上に1枚のカードを付け加えたいんですね。なのでカメラとかでやるのはちょっと厳しいんですが、こんな感じでずらした状態で、この状態でエースのカードを親指でギューッとこっち側に引いていって、このまま揃えながら上に重ねればいいだけです。ここもオフビートの状態で行いますので心配する必要はありません。そしたらじゃあ今日特別にもう一度やりましょうと言って、デックを右手に持ちます。そして下から 1,2,3,4,5,6,7 と配っていきます。ここも右から左に配ってください。そしたら次にクイーンを真ん中に差し込んで、最初にやったものと同じ動きを行います。ここをひっくり返して、ここをひっくり返して、ここをひっくり返して、揃えてこのまま全体をひっくり返します。そしたら4枚を 1,2,3,4 と弾いていき、ここでカットを行います。この後に2枚をカットして、2枚のカードを左手に取りながら、こちらのカードを滑らせてテーブル上に置いたら、このまま揃えて広げていき、こちらの2枚のカードもテーブル上に置きます。そしたらここでもこのように1枚1枚置いていきます。そしてここでクイーンどこだと思います？あ、ちなみにここだと思ってる人いるかもしれませんが、ここじゃないですよと言って、こちらの対照的なカードをチラッと見せて中ほどに戻して手で押さえてもらいます。そしてあとはお好みの演出で、まあ、間に差し込んでも差し込まなくてもいいんですが、このように示していきます。ということは手を開けてくださいと言って、こちらのカードを見るとこちらにクイーンが映っている、このような現象となります。今ダブルフェイスカードはこのポジションにありますので、このまま揃えた後全体をひっくり返してからボトムパームを行って、このまま処理してしまうわけですね。そうするとこれで1枚黒いカードが少なくなった状態になりますので、こちらにセットしてある黒いカードをこのように重ねることによって、後から調べたとしても枚数が合っているというものです。別にここまでこだわってやらなくてもいいかとは思います。名作トリックの一つですので、ぜひ挑戦してみてください。実演、7枚のカード使います。 1,2,3,4,5,6,7 3カード持ってて知ってる知ってる。今回やるのは7カード持ってでございます。この中のやつと同じカードとかねないですよね。まあ、あったら見せませんのでね。そしたらですね、モンテなんでこれ当ててくださいというゲームなんですけれども、まあ、最初調べていただいても構いません。こちらが当たりでございます。で、難しくするためにこんな感じでね、裏と表をまあぐちゃぐちゃにしていきます。こんな感じでもぐちゃぐちゃひっちゃかめっちゃかにしていきます。ただ今クイーンはこう表向いてますね。まず練習ですよ。ひっくり返すとクイーンは裏ですよね。で、一度こうカットするとクイーンは裏、まあそうですよね。まあこんな感じで、まあ裏のどれかになっていると思うんですけれども、こっちはまあ全部表ですね。で、ちなみにクイーンどれだと思います？これ、あ、残念です。どっちだと思います？これ、あ、残念です。まあちなみにね、これ当たらないっていうゲームなんですよ。クイーンどこ行ったかっていうと、デックの中ほどにありまーすね。まあ、こんな感じの、まあ、インチキゲームでございます。もう一度いきますね。1,2,3,4,5,6,7。先ほどと同じように、コクイン中に入れちゃいまーす。そして表と、まあ、裏こんな感じでね、ぐっちゃぐっちゃにしていっちゃいまーす。ぐちゃぐちゃでーす。で、この状態で一度ひっくり返して、で、カットしまーす。見ますね。これ裏ね。表、まあ裏ね。表、裏、
表、表、さあクイーンどこだ、ここ残念、ここ残念、ここ残念、クイーンはこちらにありました。